50メートルダッシュ15本終わり。しばらく休憩したら紅白戦だ。準備しとけよ。はい。ほら、どうした？声が出てないぞ。もっと元気出せ。もうすぐ夏の全国大会だな。今年も優勝すれば史上初の全国3連覇か。そうなったら俺たち入学以来負けなしで卒業だな。ああ、頑張ろうぜ。みんなお疲れ様。書いたでしょ。みんなタオル持ってきたから使って。サンキュー。しかしマネージャー変わったよな。ほんとほんと、小学生の時は応援団長までやってあんなに騒がしかったのに。今じゃすっかりおしとやかになっちゃって。翼くん、はい、タオル。ありがとう。なんだよ、翼のタオルだけ新品じゃんか。なんでだよ。なあ、なんでだよ。もう、いいじゃない。あいて。おい、翼。翼、片桐さんが来てるぞ。
リソン？あっちにいるから行ってきなさい。なあ、片桐さんって誰だ？ああ、全日本サッカー協会の人さ。小学生の時から翼の実力に注目して、いろいろ面倒を見てくれてる人なんだよ。今年の春に翼が高校選抜の合宿に特別参加しただろ？それもあの人が手配してくれたんだ。こんにちは、片桐さん。元気そうだな、翼。はい。今日はお前のプレイ動画をブラジルのプロサッカーチームに送った件で話があってな。いくつかのチームから返事が来た。お前のプレーに関心を示しているようだ。本当に14歳なのかという問い合わせもあったよ。じゃあ中学を卒業してすぐにブラジルに渡れるんですね。しかし向こうもプロだ。すぐに契約はしてくれんだろう。おそらく向こうに行きプロテストを受けなければならないだろうな。はい。翼のサッカーの師、ブラジル代表センターフォワードロベルト本郷。翼は小学校卒業と同時にロベルトさんとブラジルへ渡るはずだった。しかしロベルトさんは何らかの事情で翼を連れて行かなかった。
だが翼は失意をバネに大きく成長し、翼の実力は今や高校生レベルよりはるかに上にある。片桐さん、ちょっと考え事をしていた。それじゃ今日はこれで失礼する。私も忙しくてね、これから全国を視察に回らねばならないんだ。まあとにかく今は。はい。必ず勝てよ。もちろんです。俺の目標は。そうだ翼、3年連続、いや小学生の時からそしてブラジルに渡り、サッカーの国でもトップになるんだ。その時、日本のサッカーは変わる。翼、お前がリーダーとなって日本のサッカーを変えるんだ。そして夢はワールドカップ優勝。じゃあまたな。話は終わったみたいだな。よし、じゃあ紅白戦始めようぜ。うん、ふぅ、ハーフタイムハーフタイムっとは。ふん、お前たちの実力、去年と大して変わってないみたいだな。何？お前は日向君。てめえ、何しに来やがった。たまたま近くに遠征に来たんでな、挑戦状を叩きつけに来たのさ。挑戦状だ。全国中学生サッカー大会、俺たち東邦学園はお前たちなんか。しかし今年は違う。
中学ナンバーワンゴールキーパーの若島津はもちろん、他の選手たちの実力も大きくレベルアップした。それに小学生の時の俺のパートナー沢田武史も加わって、東邦学園のチーム力は格段にアップした。そしてサッカーは一番上手い選手のいるチームではなく、チームの総合力が一番強いチームが勝つんだ。今年こそお前ら南葛に勝って東邦学園が優勝をいただくぜ。ヒューガ君、俺たちだって負けないよ。今年も優勝するのは南葛さ。そうだぜ、今年もお前たちを準優勝にしてやるからな。覚悟してろよ。けっ、おめでたい奴らだ。もう全国大会に出た気で嫌がる。ほんとほんと、小学生の時同じ南葛 SC にいたものとしてはず。誰だ。な、慣れ慣れしくすんじゃねえよ。昔は同じチームだったが、今じゃ敵同士なんだぜ。なんだとてめえ。お前ら南葛中の連勝記録を止めるのは東邦なんかじゃねえ、俺たち大玉中だ。なに？何を言ってやがる。小学生の時のプレイぶりを見た限りじゃ、お前らで南葛を倒すなんて夢のまた夢だ。いいだろう、俺たちの実力ちょっとだけ見せてやるぞ。新田、行くぜ大空翼。この感じは翼、そのボール俺たちから守ってみろ。行くぜ。よし、翼がボールを取られた。4人がかりとはいえ翼からボールを。それ、いった。はい、いけ、俺のハヤブサシュート。
すげえシュートだ。見たか、これが大友中の実力よ。今年の全国大会出場は俺たちだぜ。いいか翼、その余裕の面が二度とできないように県大会でお前らをぶちのめしてやるからな。そういうことなんで、県大会の決勝まで、ああそうだ、ヒューガさん、先輩たちにいろいろ言ってくれましたけど、そういうことは俺みたいに一度でも日本一になってから言ってください。何？じゃあんたの愛弟子の沢田武史によろしく伝えておいてください。小学生の全国大会決勝戦の時と同じ。じゃあ学校に帰るってまこじゃ、そあばうあのそかあこつあいよ。そうだよ、みんな紅白戦俺どいいか。
森崎、今のくらい若林くんなら胸。一体どうしたんだよ翼。そうだよ、急に本気で。さっきの浦部たちのことを気にしてるのか。俺たちは、俺は油断してたんだ。油断してないつもりでも勝つことに慣れて、けどさっきのでそれが余裕じゃなくてうぬぼれだって分かった。それに努力してるのは浦部たちだけじゃない。みんな俺たちを目指して必死に練習しているはずだ。それなのに俺たちがうぬぼれていたら全国大会3連。なんでそういうことかよ。じゃあ翼、次は何をする。え、翼の言う通りさ。確かに俺たち、ああ、それを消すには練習するしかないな。何でも言え翼、俺たちはいくらでもついていってやるぜ。そうさ、俺たちは南葛の戦士だぜ。みんな、よし、みんな全国大会3連覇に向けて全力で突っ走るぞ。おっ